大塚幸之助は、日本の実業家、プロ野球球団経営者。東京府東京市本属に生まれる。富立、第三中学校を4年生で中退。父を連れて、家業の大塚製作所に入社。1923年に、父が死去したため社長に就任。1925年から1927年まで、長兵検査講師合格で、 陸軍第一師団野戦銃砲第三旅団、市長兵大隊に所属。1935年に軍事工場の指定を受け、バネ等の自動車部品、機関銃部品を製造する軍事産業に転換。1945年に理災のため千葉県松戸市に移転。戦後は洋傘、洋傘骨製造に転換。1947年、 国民野球連盟の大塚アスレチックスのオーナーに就任。同年秋には、宇高勲の後を受け国民野球連盟の会長に就任。国民野球連盟解散後の1948年、金星スターズを買収。同年1971万円の所得で、長者番付の第7位となる。1948年12月に金星スターズが、 大英野球に吸収された後も、大英野球社長に就任。1950年の退任後、大塚製作所の再建に専念したものの、1953年に倒産。その後、大英、長田正一の個人スタッフとして、長田の関与したペプシコーラ、横浜支店支配人、東京スポーツ新聞社専務を歴任し、1962年、 東京スタジアム副社長に就任。1971年から同代表生3人。後に東京スポーツ新聞社監査役。1987年81歳で没。1948年長者番付2009年10月19日閲覧。ありがとうございます。